こんにちは。今日は11月の17日13時42分ということで、11月中下旬を迎えようとしておるんですけれど、非常に暑い陽気となっております。まあ、そんな中での動画の収録となるんですが、今日ご紹介するのはこちらになります。はい、こちらはこのアトートゾーン X10 の 4G SIM スロットというものになっておりまして、Android ナビというのはインターネットを接続して使う前提のものとなっておるんですけれど、私レンシムという SIM カードを以前ポッドキャストの P3 ライトでもご紹介しているんですけれども、この物理 SIM カードを今回この X10 で1ヶ月ほど使用させていただきました。もう圧倒的にですね、この Android ナビを使うという意味においては、もう物理 SIM カードを非常に使用するメリットがあるということで、私今まで携帯のテザリングや、またこういったポケット Wi-Fi 等も使っておったんですけれども、もう使いやすさがね、比じゃないということで、特にこういったディスプレイオーディオ、Android ナビを使われていらっしゃる方で、回線何にしようかなっていうことで悩まれている方、ぜひですね、参考にしていただきたいということで、この物理 SIM カードを使用するメリットということでご紹介をしていきたいと思いますので、ぜひ興味のある方は最後までご覧になっていただけますと幸いです。で、まず1番目なんですけれど、こちら非常にですね、大きなポイントになります。こちらになります。一回エンジンを切ります。で、今日初めて車に乗り込むという想定で見ていただけたらと思います。で、車開けます。で、車に乗り込んで閉めます。で、イグニッションスイッチオンで、エンジンがかかります。で、そうしますとディスプレイオーディオ立ち上がります。で、このアトートの X10 は非常に立ち上がりが早いというのがお分かりいただけると思うんですけれども、余計なね、表示がないですよね。で、私はこれ Yahoo カーナビっていうのを一番最初に表示するように設定してあるので、こうやって映るんですけれど、これ今ネットワークにね、接続できませんって出てます。でもすぐに 4G つながるようになるということで、このようにこの Yahoo カーナビ自体は、まあ、インターネットにつながってないと、まあ、使えないものになっておるわけなんですけど、この物理 SIM カードによってもう限りなくですね、インターネットに接続してない時間っていうのが減らせるっていうことになります。まあ、それによってこういったヤフーカーナビ等もフルに使用することができるということで、これね、毎回ね、車にね、乗ったり降りたり乗ったり降りたり、また毎日車に乗ったりしていらっしゃる方はね、これね、こういったシチュエーションというのは非常に多いと思います。で、何が言いたいかと言いますと、エンジンをかけるだけでもう何もすることなく 4G 回線がつながってネット環境が整うっていうことになります。これ当たり前なんじゃないかなと思うかもしれないんですけど、実は当たり前ではなくて、このポケット Wi-Fi 等を使っていたりとか、テザリングを使っていると非常に面倒くさいことが起きます。それをね、ご紹介をね、しようと思うんですけれど、まあ、今はこれ物理 SIM カードがつながってるっていう状況下なんですけれども、はい、レンシムはですね、ソフトバンク回線となっております。 4G ということで、なのでもうエンジンをかけた瞬間からこの 4G 回線というのがつながるようになってるということになります。まあ、それによってもうネットがすぐに使えてしまう、もう余計な操作設定というのが必要がないということですね。まあ、そこはとにかくメリットなわけなんですけれども、じゃあポケット Wi-Fi どうなのっていうところなんですけど、ここなんですよ。この Wi-Fi 設定をですね、いちいちオンにしなきゃいけない。で、今度は回線、はい、ここなんですけど、まあ、ここの回線今接続済みっていうことで、はい、なったんですけれども、ここに一回ね、押さないといけないんですよね。で、ここ接続して使うっていうことになります。まあ、そうするとですね、 Wi-Fi が使えるようになると、まあ、いうことになるわけなんですけれども、まあ、そのためにはですね、もう一回お見せするんですけれども、いちいちこの設定画面に飛んで、で、ここで接続するということをしなきゃいけない。一回接続していればね、非常に簡単でして、まあ、ここでここポンと押せば Wi-Fi つながるようにはなるんですけれども、いかんせんですね、一つね、余計な作業がね、必要になってしまうっていうことは、この Android ナビ等では生じてしまうということになります。そこがね、非常にね、めんどくさい。毎回毎回車のエンジンをオンオフしたりとか、乗り降りが多い人とか、また毎日使う人に関しては、特に物理 SIM カードを使われる方が使
いやすくなるということになります。今までの説明はあくまでもディスプレイオーディオでの話なんですが、このポケット Wi-Fi というのは内蔵バッテリーというのが付いております。でこの内蔵バッテリーというのはこのエンジンに連動はしておりません。エンジンをオフにしたとしても電源を切らなければずっとバッテリーは消耗しますので、この電源を切らなきゃならないっていうことがあったりします。でまた電源を切ったら切ったらでバッテリーは消耗しないけれども、また電源立ち上げなきゃいけないっていう作業が必要になるということなんですよ。でそれをねちょっとお見せしようと思うんですけど、今電源入ってますよね。で一回電源切ります。これ毎回毎回車から降りるたびにこういった作業をやらなきゃいけない。まあもちろん車以外でも使われる方は特に電源を切る必要っていうのはないとは思うんで非常にいいと思うんですけれども、あくまでも Android ナビ専用で使った場合っていうことでお考えいただきたいんですけれども、はい、ここから Wi-Fi 接続をしようとした時にここ電源長押しします。はい、結構ね直しするのも長いですよね。でこれまたね立ち上がるまでも結構ね長いんですよ。はい、やっと立ち上がりました。で今度レジスタリングっていうことで、これ回線と接続中なんですけれども、このポケット Wi-Fi と回線とをまずつながなきゃいけないということになります。でこれ待ってなきゃいけないと。でこれね待ってるのもね結構ね時間かかる場合っていうのがあるんですよね。はい、やっとこれでつながった。はい、まずこちらですね、ディスプレイオーディオとつながりましたね。ディスプレイオーディオとつながって、あまた切れましたね。こういう感じです。はい、レディフォーサービスということで、はい、で今度ディスプレイオーディオと多分自動的につながってくれるとは思うんですけど、あつながらないかな。あつながらないですね。でこちらで、はい、そうしますとここに Wi-Fi つながるということになるので、これをね何回もわざわざやらなきゃいけないってことなんですよ。まあ、それがねめんどくさい。テザリングなんかはもう同じような手順でやるわけなんですけれども、非常にめんどくさいと、まあ、いうことになります。まあ、そういった意味で物理 SIM カードというのは、まあ、特にこういった Android ナビでもう据え置きしておきたいと、まあ、いう方にとってはですね非常に使いやすいアイテムであるということが、まず一つ使用するメリットになってくるということになります。で二つ目になるんですけれども、こちらになります。最近ね盗難が多いですよね。でこの X10 っていうのはなんと、詳細については X10 のレビュー動画で見ていただければと思うんですけれども、これ GPS っていうのがついております。でここトラック HU っていうアトートゾーンの機能なんですけれどもついております。でこれステータス有効にしておけば GPS が働く状況になるわけです。でこれも働く状況っていうのも条件っていうのが実はあって、回線がね繋がってる時のみアトートのクラウドと繋がっていて位置情報をネットから収集ができるっていうことになるんですけど、これ Wi-Fi が繋がっていないと位置情報っていうのはまあ収集できないと、まあ、いうことになります。でどのように見れるかっていうことなんですけど、こちらです。でこれは今携帯上で本来見るべきものなんですけれども、今動画で説明するということでこのディスプレイオーディオ上で今見れるようにしています。でこのようにですね、まあ、いくつかこれ紹介してきたやつが何台かあるんですけれど、これ X10 9インチなんで今これオンラインってなってますよね。でここのところを見ていただくと、このように今どこにいるのかっていうのがね分かるんですよ。で例えばこのリプレイというところですね。デバイスショー、はい、そうしますとこのように今日エンジンをかけて今自分がどこにいて、なおかつどこを走ったかっていうことがこのようにね分かるようになってるっていうことなんですよね。これがなんと遠隔で操作ができるということになります。でこれがじゃあ SIM カードとどういう関係があるのということなんですけど、これエンジンかけた時 SIM カード、物理 SIM カードだったら間違いなくネット回線につながるということなんですよ。逆にこういったポケット Wi-Fi とか携帯とかですと、
いちいち繋げなきゃいけない、またはポケット Wi-Fi 自体もこれ持ってないといけない、車の中にないといけないっていうことがあるので、それがなかった場合っていうのはネット回線に繋がりませんから、このように GPS の機能っていうのがね使えないっていうことになっちゃうんですよ。なのでこのトラック HU という機能、この車に GPS という機能をフルに使いたいという場合は、この物理 SIM カードっていうのは、こちらですね、物理 SIM カードというのはもう必要不可欠になってくるということになります。でこれ自体はね、今見えるところにありますけれども、通常はもう見えないところにこう隠しておくっていうような使い方になると思うんですけれども、まあ、車がね万が一盗難された場合でもエンジンかければですね 4G 回線につながりますので、どこに今車がいるのかっていうことがですね分かるよというメリットがあるというのがですね、二つ目の大きなポイントになってくると、まあ、いうことになります。細かなねトラック HU の詳細に関しては X10 の10インチナビの方でもご紹介しておりますので、そちらの方を見ていただければなと思います。3つ目のメリットなんですが、このホットスポットという機能が使えるようになるということになります。それはどういうことかと言いますと、これ車内 Wi-Fi として使うということができるようになるということになります。この物理 SIM カードございますけれども、この SIM カードを使って自分だけじゃなくて、まあ、自分の携帯ももちろんそうですし、またお子様とかいらっしゃれば、まあ、お子様、まあ、スマホだけ持ってるんだけども 4G とかはまあ使えないよって方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、このアクセスポイントを使用することによってWi-Fi を共有するということができるということになります。長時間ご家庭でドライブされるといった場合に、まあ、子供さんがタブレットと持っていれば、この Wi-Fi スポットを接続してあげればネットが見ることができるということになります。ここね非常に大きなポイントですし、またお子さんがいなかったとしても自分だけでも携帯なんですけれども、これ 4G とか 5G じゃなくて、車に乗ってる時っていうのはアクセスポイントを有効にしておけば、携帯上も Wi-Fi 自分で使えるようになりますので、通信量という意味では非常に抑えられるというメリットっていうのもあるとまあ、いうことになります。でこの X10 自体は今現状エンジンを切ってしまうと、このアクセスポイントがですねオフになってしまうんですよね。でここにねアクセスポイントを自動でオフにするっていうのを切ってやったら、ここエンジンをオフにしてまたオンに立ち上げてもオンになるのかなっていうふうに思ったんですけど、オフになっちゃうんですよね。アトオートゾーンの X10、 これ今見直していただいている最中なんですけれども、ポッドキャストの P3 は電源を入れた瞬間から Wi-Fi のアクセスポイントっていうものも共有できると、まあ、いうことになっておりますので、物理 SIM カードを車の AI ボックスまたは Android ナビで使うという意味においては、非常に使用するメリットというのは高いということが言えるんではないかなと思います。4番目最後になるんですが、こちらになります。こうしていただくと、今回私のチャンネルでは初めてになるんですけれども、このデジボックスっていうのをね導入しました。でこのデジボックスっていうのは何かと言いますと、世界各国のテレビ番組がネットで見れてしまうというものになっております。すでに地上波というのは地デジで見る時代ではなくて、もうネットで見る時代となっております。今日テレ映しておるんですけれども、まあ、このようにネットでテレビが地上波が見れてしまうと、まあ、いうことになります。でまたそれだけではなく、なんとこれ今日本なんですけれども、もう世界中のですねテレビ番組がまあ見れてしまうということもありますし、でまたもっとすごいところで言いますと、こちらなんですけれども、はい、このようにね映画が見れてしまうということなんですよね。例えば新しく放映されていったインサイドヘッド2ですよね、まあ、こういったものまでね、まあ、見れてしまうと、まあ、いうことなわけなんですけれども、まあ、最近こういうテレビボックスみたいなのっていうのがですね流行り出しているんですが、こういうものに対応するためには物理 SIM カードというものがやっぱり必要不可欠になってくるっていうことになります。ここの部分なんですけれども、これ Wi-Fi 今物理 SIM カードに設定してあるんですけれども、もう物理 SIM カードをこのように差し込んでおけば、エンジンかけた時にもう自動的にですね Wi-Fi に繋がってくれる仕組みになっております。テレビ見たい時にはこのリモコンになるんですけれども、このリモコンを手に取って、まあ、テレビ番組を視聴するということが
もうできてしまうと、まあ、いうことになってきます。まあ、このような形で、まあ、ログインしてっていうことになるはなるんですけれども、こんな形でテレビがまあ見れてしまうと、まあ、いうことで、今後はですね、もうネットでテレビを見るという方向に行くと思います。で、また余談ではあるんですけれども、Android でしたら、日本のテレビ番組限定でしたら、地上波見るということが、まあ、できると、まあ、いうことになっておりまして、まあ、地上波を見るとなりますとですね、やはりこのね、SIM カードっていうのは、かなりね、大容量じゃないとね、いけないっていうことになるわけなんです。で、ギガの残量を気にしながら、テレビ番組を見るっていうことっていうのは、やはりできないっていうことがありますし、参考までに、昨日、車乗ったんですけど、どのぐらいのギガを消費してるのかっていうのをお見せしていこうと思うんですが、見ていただくと 2.87GB 使用っていうことで出ておりまして、だいたいですね、1日私車そんなに多くの頻度乗るわけじゃないんですけれど、1日2時間とか3時間とか車に乗って、まあ、テレビ番組流し続けるようになりますと、だいたい1日1ギガ以上は、まあ、消費する計算になるかなとは思うんですけれど、まあ、ちょうど今このデジボックス使い始めて3日目なんですが、もう3ギガということになっております。なので100ギガっていうのはもう当たり前になってきますし、で100ギガでこのレンシムに関しましては定額の2980円ということにもなっておりますので、テレビをインターネットで見るという時代に、まあ、突入してきていると、まあ、いうことを考えますとですね、この物理 SIM カードというのは、まあ、今後車のディスプレイオーディオにおいてもですね、必須アイテムになってくるじゃないかなということでですね、まあ、今回 Android ナビで物理 SIM カードを使用するメリットということで、まあ、4つご紹介をさせていただきました。こちらのソフトバンク回線を使ったレンシムという SIM カードなんですけれども、詳細は概要欄の方に貼ってございますので、ぜひこの機会お見逃しなくご覧になっていただければと思います。確か1000人限定だったと思いますので、100ギガ2980円っておそらく他のサービスでは出回ってない価格帯になってるかと思いますので、ぜひですね、車でキャリア回線を使ってこういったディスプレイオーディオを楽しみたいという方はですね、間違いなく使用するメリットというのがあるかと思いますので、ぜひ検討していただければなと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。